特定秘密保護法というところなんですけれども、あの与党側と維新の会との修正協議、ちょっと不調な状態のままですね、みんなの党があの修正協議、うまいこと言ったみたいで、可決の方向だということなんですが、この部分についてまずご見解を。まあ、維新の会がまだ修正協議ねやるということですから、できる限り維新の会の主張を、まあ、与党に理解してもらうように国会議員なり頑張ってもらってですね、第三者機関を作るっていうのはやっぱりこれは必要なんでしょうね。前回の会見でちょっと指摘のあった、はい、名前忘れちゃいました、あの何でしたっけ、ね、津波原則でしたっけね、津波報告書、津波でしたっけね、まあ、あの見させてもらいましたけども、やっぱり第三者機関というものが絶対に必要ですしね、みんなの党の修正案では不十分だというふうに思っています。まあ、第三者機関もそうなんですけど、その維新の会がこだわっているポイントとして、その一律30年という話、そうですそうです、それからその防衛分野への限定、これはやはり必要なことなんでしょうか。いや、最低限必要だと思いますよ。やっぱり情報ってものは原則公開だということを考えれば、まあ30年経てばいいんじゃないでしょうかね。もちろんその中でもね、30年以上経ってもどうしても明らかにできないような、まあ、暗号だったりとか、まあ、防衛機密、本当のその防衛機密、それこそ通常兵器もね、いろんなアルゴリズムというか暗号めいたものというものは、それはなかなか公開できないんでしょうけど、そうなれば、まあ、原則公開のもとでね、極めて厳しい限定的な手続きのもとで延長ってものも考えていくのかも分かりませんね。でも原則やっぱり公開なんだっていうことをはっきり示すことがね、重要だと思いますよ。今のままだと延長かっていうことになるとね、何でもかんでも延長になってしまいますから、やっぱり原則は一定の期間経過すれば公開で、もしさらにそこ延長かけるってことであれば、それはもう裁判所の期間を使うのか国会を使うのか、まあ、何らかの形でまた手続き定めるんでしょうけども、でも基本は原則一定の期間が経過すれば公開、これはやっぱり崩しちゃいけないと思います。情報はやっぱり原則公開にしないと、行政機関がそんなきちんと秘密ということを取り扱えるような、そんな組織じゃないと思いますよ。都合の悪いものは隠す、これはもう人間の性ですからね、まあ、特に権力機構になればそういう動機は強まると思います。あと防衛分野に限るっていうのも、まあ原則公開っていう、情報は原則公開だという、そういう立場に立てば秘密の領域は限りなく絞るべきだという、そういう方向性で維新は修正案出してますから、僕はやっぱり基準については第三者機関、第三者機関で基準をきちっとチェックするということもあるんでしょうけども、やっぱり国会が関与していった方がいいんじゃないのかなと思いますけどもね、秘密のその基準はね。すみません、弊社の今日今朝の調査を掲載したんですが、 ABC ゾーンが工作部に当たる人は意識調査を実施しました。それでいくつか何とか質問する人、まあ、それはまた記者会見で市長の質問ですから。そうですか、はい、防衛分野に限定ということですけれども、その防衛分野のみならず、こう一般的なこう行政的な仕事だったら、そのどん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 その秘密の負担が更新されるというのは、ちょっとそうあるのかなと思うんですけれども、例えば防衛以外でも、捜査部門ってありますね、その警察だったり、あるいはその公安調査庁だったり、いろんなその他にも捜査権を持っている、部署を抱えている官房長ってあると思うんですけども、やっぱりそういうのも、それは対象には入れてはいけないものなんだろうか。それだから個別法でいけばいいんじゃないですか。今あるでしょ、国家公務員の秘密漏洩ということで。だって今回の元々のこの特定秘密保護法案というのは国内秩序の話じゃなくて、安全保障上の観点から、特に外国からの情報をね、共有するんだと、外国から見て日本というものが非常に、情報の扱いが緩い国であればね、外国から情報提供を受けることができないでしょっていうところからスタートしたと思うんですよ。ですからそれがね、だから国内秩序の話も全部ごちゃ混ぜになってね、国内の秩序のためのその秘密までがね、特
定秘密保護法案に入るっていうのは、僕はこれはね、気持ち悪いですね。だからその辺が整理ついてないんじゃないですか。民主党が今回修正案じゃなくて民主党が対案出す時にはそこを目的明確化したっていうのをちょっと報道で見ましたけどもね、外国とのまあ情報共有というところを目的とすると。だからね、特定秘密保護法は、まあ僕も役所組織使って問題点整理させたわけじゃないから個人の力では分析には限界ありますけどもね、まあ、国内秩序上の内政 その問題と外政の問題きちんと区分けできるのかどうなのかも心配ですし、でその国会論戦の中でも非常に重要な質問、どの国会議員か忘れましたけども、日本ってそれだけ情報漏洩の激しい国なんですかね。さあいくつかありましたよ、イージス艦の問題とかね、あれ何年かちょっと忘れましたけども、中国人の方に渡ったと、まあ、あれは海上自衛隊を通じてこう回ってきたやつですよね、まあそういう重大な問題はありました。だから、まあ、そこはきちっと処罰しなければいけないんですけども、日本ってどうなんでしょうね。で、相性尖閣の時の、中国漁船の体当たり画像というものはあれは特定秘密に当たらないっていう見解出たんじゃないですか、そうするといわゆるね、政府の考えてる特定秘密がこれまでね、公務員等で、情報漏洩があったという事案が一体何件あったのかなんですけどもね、だからそこの、まあ、行政で政策をやるときにはまず、まあ、事業分析っていうところからね、しっかり入ってきて、本当にそれだけの立法事実があるのかどうか見極める、立法事実っていうのはそれだけのルールを作るだけの社会的なそういう事実といいますか根拠があるのかどうなのか分析するってことなんですけどもね、僕はだから国の安全保障のためには秘密っていうものはやっぱりそれは必要だろうというのは思ってますけども、その程度を考えるときにね、日本っていうのはそこまで情報漏洩国家なのかってことを事業分析してほしいですね。だから何が特定秘密なのか、その尖閣のあの中国漁船の体当たり問題、あれも海上保安庁が保有してた映像ですけども、あれは特定秘密に当たらないとか、どん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 こう、なんていうんですかね、特定秘密、なんとなく国民のみんなが、ああいうことを防止したいんだろうな、政府は防止したいんだろうな、ああいう情報が漏れたことを防止したいんだろうなと思ってたことを、どんどん記者や国会議員が質問すると、いや、それは特定秘密に当たりませんっていう答弁が出てるんでね、そしたら政府の考えている特定秘密が、まあ、この過去10年でもいいですけども、何件政府は情報漏洩があったというふうに考えているのか知りたいですよ。それがやっぱり50件100件なればね、それはかなり厳しい程度のルールを作らなきゃいけないんでしょうけど、もしこれ政府が考えているところの特定秘密の情報漏洩っていうものが0件とか1件だった場合に、なんでこんな大騒ぎしてルールを作らなきゃいけないのか、外国政府の方から情報提供ないっていうふうに、言うんですけども、他の他国の政府と比べてね、日本というものが本当に情報漏洩国家なのか、そこの分析が今ないんじゃないですかね。机上の論だけで進んでますよ。だからメディアもまさにメディアってそういうところを報道すべきなんじゃないでしょうかね。だから今はもちろん特定秘密という範疇には入っていないけれども、まあ、政府が考えているところのいわゆる特定秘密です。だから基準がないからこれも考えようがない。だからここがものすごい気持ち悪いところで、今基準がはっきりわからないから一個一個政府に確認しなきゃいけないんですね。中国漁船の体当たり映像は特定秘密なんですかって言ったら違うとか、ちょっと個別に見てませんけど、いっぱい個別に質問してますよ。だからメディアの方もおおよそこういうものは特定秘密なんだろうってことを、まあ設定して、過去10年間日本の国ではどれぐらい情報漏洩があったのか、それを外国政府と比べてねどうだったのか、もっと言えば
日本政府の方に、こんな国会議員がそういう質問をやって、政府が考えているところの特定秘密の情報漏洩、もし法律ができた場合のその情報漏洩に当たる事案は過去10年間何件あったのか、外国政府と比べてどうなのか、そういうところを見てどれだけ秘密ということを守るための法律をどのレベルで作らなきゃいけないのかってことが見えてくるんじゃないですか。だからそこは全くないのに机上の論で、これは秘密の範囲が広がりすぎだとか、もっと秘密というものを守っていかなきゃいけないとか議論しても机上の論の日記は出ないと思いますね。じゃあすいません、法律を決める前にその分析をするというとは言ってもですね、実際その漏れてることが漏れてると分かるという事例が全部分かるのかっていうと、漏れてることすら分からないということもありますよね。何件ぐらいかっていうのは言ってくれてもいいんじゃないですかね。こういう案件が漏れてるとかいうふうに言うと、確かにそれが特定秘密なんだなってことになるから、まあ日本今の国の状況で政府はこれぐらい漏れてると考えてますよみたいなね、何件ぐらいの感覚なのかね。ちょっとだからその辺がどれぐらい情報漏洩国家なのかっていうことを僕らわからないままのこれ特定秘密保護法についてね、安全保障上必要だとか秘密が範囲が広がるから怖いとか、ものすごいこう事実に基づかない議論をしちゃってるなっていう感じがしますね。でも僕は基本的にはやっぱり情報を公開すべきだと思ってますが、秘密はあるだろうと、国の安全保障上だから厳格化していくっていうのは第三者機関、ツアーミー報告書とかああいうのでも第三者機関とか、やっぱり基準で、基準は誰が作るのかっていえば、アメリカ政府だと国立公文図書館ですか、なんかそういう、まあ、日本の国立国会図書館に与えるようなところがチェックするらしいですけども、向こうは2700人のスタッフを抱えてるんでね、こっちは40人ですから、それを考えると僕は立法府が、議員内閣制の下では立法府がその基準作りをやっていけばいいと思いますけどもね、大統領制じゃないので、もうそこは立法府が力を発揮してくれたらいいんじゃないのかなと思いますよ。